ける気がしねえ。手加減しないぜ。ゲームオン。どんまいどんまい。71。負けられねえ。あれ？負けてられねえな。124。決めるぜ。You require 177. Are you? 35. どうした？よし。どんまいどんまい。 74。 You require 143. 何？ OK。 ナイストーン。 110。決めるぜ。You require 135. 32. あれ？ 7. よし。You require 105. Don't mind, don't mind. You require 25. あれ？どうした？ Busted. 最高！クソ！ Game shot.
間食っちまう。頼むわ。いらっしゃいませ。ケイと申します。よろしくお願いします。私アメリカ生まれなので、日本語とかちょっと発音分かりにくかったらごめんなさい。
十分自然だと思うぞ。え、本当ですか？日本語で話したくていっぱい勉強したんです。何がいいですか？以外だとどんな格好してるんですか？生まれたままの姿だ。私も家では全裸の時が多いんですよね。まあその方が気が楽になるっていうか。この間お友達と居酒屋行ったんですよ。そこで初めて食べたものがあるんです。なんだと思います？餅だろう。ライスケーキ。それは実はあんまり珍しくないんですよ。意外とみんな知ってる。答えは明太子でした。あれはね、アメリカにはないんですよね。Oh my god, a present? Thank you!とっても楽しかった。ありがとうございます。いらっしゃいませ、ああ教えませ。はじめまして、あゆです。今日はご指名いただきありがとうございます。一緒に楽しみましょうね。ああ、そうさせてもらうよ。わあ、大人の余裕。こういうお店って慣れてらっしゃるんですか？まずはお酒作りますね。次何飲まれますか？すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。いただきます。上流さん、お酒は結構飲める方ですか？普段どれくらい飲みます？ザルって言われるな。さすが上流さん。けど浴びるより飲んでたらすぐ体壊しちゃいますよ。一日に飲むお酒の量はほどほどにして、毎日私とここで一緒に飲みましょう。上流さん、さっきからじっとしてどうしました？胸でっかいな。ありがとうございます。調子いい時は
Gカップぐらいあるんですよ。ありがとうございます。また来てくださいね。上流。ああ。あのね、よろしゅう頼んますわ。
時間食っちまう。そうやな。おい。おう。何
ジョーリュ。ああ、頼むわ。おう。ちょっとええか？ああ。頼むで。
ございました。ございました。
ございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。取らせやがって。赤目、そろそろキャッスルに案内してくれ。オッケー。いや、待たせて悪かったな。上流が大阪に来たんはこのためやもんね。一応理解はしてくれてたんだね。当たり前やん。ただ、行く前に一つ聞いときたいんやけど。なんだ。上流、高いとこ平気？
の船かなりでかいな。ただなんでキャッスルなんだ。よくぞ聞いてくれました。船に降りたらすぐわかんで。一番奥のやつキャッスルやろ。大阪城。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。ここに出入りできるんは指折りの VIP だけなんやで。この船のオーナーは近江連合本家でな、海外の使い古しを二足三門で買い叩いたっちゅう一品ですわ。今は近江の貴人会っちゅう組が仕切ってるんやって。貴人会。昔から近江の汚れ仕事を専門にやってるって噂の極悪ヤクザ組織や。ここの売りは無制限の自由っちゅうとこかな。飲む使うは当たり前。遊びに来てる VIP の方々は何をやっても許される。ただしスマホの持ち込みは禁止や。うちらもさっき預けさせられたやろ。撮影録音が OK やったらお客さんは自由に遊ばれへんからな。法の目も届かねえってわけだ。そういうことやね。昔は会員制の高級クラブとかやったらそれだけで秘密は漏れんかったけど、今は国民全員スマホ持ちの総ジャーナリスト時代。そこで変態の心をつかむ近江の極道が新たなビジネスを立ち上げたわけやな。例えば特殊な性癖をお持ちの VIP 様はここで欲求を満たしていく。スピードが落ちてきたな。さあもっとムチを入れて。いいの？じゃあ行くよ。もちろんだ。思いっきり乱れちゃっていいからな。わかってる。欲望をぶつけられるんは大抵ギャンブルで首が回らんようになった連中や。最後の一発逆転狙って結局それにも負けたお人たち。せやから景気の悪い時ほど補充に困らんみたいやわ。でさらにもっと派手なんが見たいお客さんにはあれや。闘技場か。ローマの昔から客を沸かすんは流血の殺し合いっちゅうわけ。せやけど夢もあるんやで。ボクシングの元世界チャンプやら伝説の格闘家に幻の殺し屋傭兵金メダリスト。そんな連中に VIP が大金を張り合うから選手の稼ぎもでかいんや。赤目、ここの渡瀬組持ち感どんで。あそこの闘技場は毎晩イベンターをで、なんと今夜は。なんだと。上流が持たされてた例の赤虎な。力さえあったらなんぼでも稼げる。せやから裏社会に持っていくと結構な値がつく。うちの役目はそれを持った人をキャッスルの裏社会でも絶大の信頼がないとできん。お前だって上流赤虎の意味知らんかった。普通はみんな喜んでくる。もし闘技場はイヤイヤってこねられたらうちの責任やね。けどもうここまで来たら船出られいや大丈夫やって。あんたまあ最初は前座やけど上流やったらそん時は渡瀬組の人からどえらもしかしたらそのプレゼンター。なんで手間暇かけて仲間に証明してもらわんことには
なるほど。なあ、上流。いや、するのは俺を。だったら乗ってやるさ。そしてで、あの闘技場入るとこに受付がある。ん？キャッスルはうちも選手同伴やないと来られへんから、ちょっとだけ見物しに行かせて、後で合流するな。そうないっすね。たこえ一人で受付済ますんやで。よう無事に着けましたな、キュウリュウさん。いや、上流でしたっけ。お前は獅子道、今日は顔か。ええ、ここでは近江連合の力がこうです。するのは花輪さんの面倒、最初は俺が世話しとったんですがね、ちいと可愛がってたら殺す気か言うて取り上げられても難しいもんですな。仲間死なせたくないんやったら、あそこを生きて出られたら花輪の居場所をお教えします。がっかりさせんでくださいよ。花輪は返してもらう。あの人は鬼人会の会長、三代目にこのキャッスルを仕切る近江連合の大家、若くして金とカリスマと、まさに関西極道の鏡や。俺にはどう、いつまでも。そうです。ほな俺はもう行きますわ。せいぜいお客さん盛り上げたってや。なんや上流、お友達でもおったんかいな。そう見えたんなら冗談やって。それよりまだこ、ほんま上流は。ほなうちに任せとき。毎度グラディエーターのお届けです。お待ちしてました、赤目。おめでとう。大きなチャンスを手にされましたね。上流や。かしこまりました。よっしゃ、これでスタンバイを。せやけどリングに上がるときはグラサン外。ああそうか。なんで顔を見られ。ああ含め。あの上流様。ん？先ほど渡瀬組の獅子。なんや、そのように。あの野郎、完全におちょくられてんな。他にいくらでもあんだろうに。まあ上流がこれかぶって戦うのも。そうか。他に準備がお済みでしたら。上流様。はあ、ええ、はい。上流様。ああ、はい。皆さん楽しんでいただけていますでしょうか。今宵はこれまで死者5名。さあまだまだ血が足りません。そこで本日のイベント渡瀬組プレゼンツ、歴史的な極道の構想、三連戦で再現いたします。三連戦、何が始まる。知るか、俺たちは前座のカマスイヌだ。説明なんざ毒にされやしねえ。
獅子道よ、あの5人私組で集めてきたんだろう。いっぺんに死なせちゃっていいのか。今夜のキャッスルを盛り上げるためですわ。それに全員がやられるとも限りません。へえ、なんか面白いのでもいた？ええ、期待の新人が一人。20世紀の終わり、大阪、近江連合の目をかすめ人々を苦しめていたのは国際犯罪シンジケートブルードラム。この夜町への無差別放火を企てていた。そこへ現れたのは若き日の渡瀬組長だ。くそ、こっちは丸腰だぞ。あのデカブツが渡瀬役ってことか。渡瀬組独立の創世記ブルードラゴン壊滅作戦、我らの渡瀬組長が甘っかな花を咲かせます。ハンデをやる必要はなさそうだな。来い。このバンド。組長を倒れる。歴史が変わってしまいました。よーし、指導、あいつだろ、期待の失敗。せやけどまだまだこれからですわ。さあ、歴史的な極道の戦い、次なる構想は西東城会を手中に収めんとする凶悪な極道、錦山秋。無造無造の暴徒を煽り、いつしかカムロ。暴徒たちの狙う男はただ一人、伝説の極道、堂島の竜、桐生一馬。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。人をおちょくってやる。さあ皆さん、傘はお持ちでしょうか。血の雨が降ってまいります。ご注意を。うちのバンド。